総括としては、まあ、本当にこうたくさんの成果と逆にたくさんの金をそのまま手に入った、まあ、2017年のシーズンにふさわしい大会だったなとそう思います。課題も克服し、まあ、成果をどう伸ばしていくか、まあ、本当にこういろんなものがすごく評価できると思うと、やっぱりこういう、まあ、10試合、まあ、皆さんの意味どう映すかですけども、やっぱり実行的っていうかイベント的にはやっぱりこういう試合、判定の試合の多い大会だと10試合ちょっと多いなと、まあ、プライドの時代この前もびっくりしたんですけど、プライドワールドで6試合なんですね。1997年のスタートの時は6試合で、プライドやってる時は基本8試合をベースに試合を組もうと。というのはやっぱり人間の集中力って2時間半から3時間が限界だと思うんですね。まあ、休憩に関しては今回も地上の問題があって、少し取れるか取れないか微妙なところだったんですけど、まあ、無理して取りましたが、まあ、それにしてもやっぱり考えさせられる、その辺のところはちょっと大きな課題かなというふうに思います。まあ、それと各選手たちにも、まあ、それぞれのテーマと、まあ、そのテーマに向かって実行していく行動力というか、選手たちにどんな試合をしてほしいかということは僕ら常々話をしているんですけど、まあまあまあ、そういう中でリングの上でそういうものが実行できる選手と、やはりまあもう少しファンの求めるもの、今の自分の置かれている立場、何を見せなくちゃいけないか、お客さんたちがいての自分だから、みんなにも記者の皆さんにもお話したんですけど、僕の中の最終のジャッジメント、プロモーターもそうですし選手も最終のジャッジメント、ジャッジはお客様の反応だと思います。プロである以上勝ちたかった、個人的に勝ちたかった、だから一本取りに行きませんでした、だから自分の家で試合してやるわけじゃない、お客さんが求めるものを実行できるかどうか、僕らは本当に大事にそういうものが実行できる選手たちにキャリアがあるか、キャリアがないか、それを自己流しているし、そういう選手たちとやっぱりこう内緒に至るわけですね、連続作っていきたいな、まあ、言うのは簡単、実行するのは大変でも、まあまあそういうこうやっぱり高みを目指したいし、プロモーション各世界中にある団体の中の順位決定戦に僕は基本大事な向かい方がないと思うんです。階級のベルト、アミラーグラマーがベルト、ベルトって言ったんですけど、いやいや、ベルトって言ってグランプリが僕らの競技会、世界のフェデレーション、サッカーでそのチャンピオンズリーグになるようなグランプリを一つのフォーマットにして今年も進みますから、階級のチャンピオンベルト、どこか他のプロモーションに行ってどうぞ持っていってくださいっていう感じです。